ホームキットはアップルが開発している IoT システムのサービス名およびソフトウェア名。ホームキットとは iOS、iPadOS、MacOS、WatchOS などで利用可能な IoT アプリケーションで Siri またはホームアップから操作できるホームキットはホームキットアクセサリープロトコルを介して接続された家電製品を管理している。なお、 2022年に製品が登場予定のベ c SA が策定する企画であるまたは将来のアップデートによりホームアプリで操作可能になることが発表されている iOS13.2 ではセキュリティビデオの安全性がさらに強化されたホームキットセキュアビデオが利用可能になった iOS14 ではコントロールセンターに芯に応じたホームコントロールを表示し ホームキット対応デバイスなどを操作することが可能になった。また、iOS13 で導入されたホームキット席はビデオを拡張し、監視カメラのカメラから来客などを顔認識して通知が可能になった。なお、この判定は iCloud などのクラウドにアップロードせずにデバイス上の AI で行われる。ホームキーサポートされているホームキット対応ロックを 使用すると、ドアに近づき、ウォレットアプリの仮想キーを使用して、ドアのロックを解除できるようにした。Apple Watch でもキーは利用できる。シリの更新シリに、デバイスの操作を予約できるようになった。例えば、ヘイシリ45分で照明を消してと、予約が可能。また、ホームキットのアクセサリーメーカーが製品で、ヘイシリを使えるようになった。ホームキット席はビデオ今までは人。 車、動物が認識可能だったが、新たにパッケージの認識に対応し、置き配をユーザーに通知可能になった。また、iCloud の登場により、最大5台までだったカメラの台数が制限なしに変更された。ホームキットは現在、次のデバイスカテゴリーをサポートしている。ガレージのドア、ロック、セキュリティシステム、及び窓は安全なアプライアンスとして分類され、 制御するには iPhone や iPad などの認証を備えたデバイスが必要だ。また、すべての認証デバイスは Apple のホームページから見ることができる。また、非公式ながら有志によりホームブリッジというシステムの開発が続けられており、ラズベリーパイなどにインストールして利用すると、非対応機種でも対応デバイスのように操作が可能となる。認証マークホームキットデバイスは、 アップルが MFI 認証を行い審査しているほか暗号化されている。ただし、ホームキット席はビデオを使用するには 200GB 以上の iCloud ストレージが必要である。ホームアプリを利用して外出先からの操作ができるほか位置情報などをもとに自動で操作したり他人と共有もできる。なお、遠隔操作のためには常に自宅の Wi-Fi に接続できる。 ホームハブが必要。ホームハブには Apple TV、ホームポッ d iPad が設定可能。ありがとうございます。